皆さんこんにちは、開運体質養成コーチの大島秀明です。今日の動画では開運の流れに乗って最高の人生を生きるというテーマでお送りさせていただきます。大島自身のね、人生を振り返ってみると、自分でこうしようって目標を立ててね、今の自分があるっていうのとは全然違ってですね、本当に開運の流れに乗っていたらいつの間にかですね、幸せになっちゃったみたいな感じなんですよ。で、今日はですね、ぜひ皆さんにもその開運の流れに乗っていただいてですね、最高の人生を送っていただけるようにバッチリと解説させていただいておりますので、ぜひ楽しみながら最後までご覧ください。この動画に巡り会えたあなた、本当についてます。ということで早速始めてまいります。はい、ということで今日のテーマは開運の流れに乗って最高の人生を生きるというテーマでお送りさせていただきます。前回ですね、委ねるというテーマでお話しさせていただいたんですけれど、あのお話がですね、まあセミナー会場とかで結構ですね好評でして、で、まあ端的に内容を言うとですね、まあ自我さんっていうものが今皆さんねハンドルを握っていると思うんですけれど、その自我さんというのは一瞬先もわからない、大した知識もない、社会のシステムもそんなに分かっているわけではない。それを自我さんがもう分かったようなふりしてこうハンドルを常に握ってるわけじゃないですか。そうじゃなくて、実はもう大いなる命にハンドルを委ねた方が絶対人生ってねうまくいきますよっていうお話だったわけですけれど、振り返ってみますとね、大島の人生ってまさにですね、委ねた結果開運の流れにいつの間にか乗ってて、今本当に最高な人生を生きているという感じなんですよね。で、前回もうちょっとお話しさせていただいたんですけれど、そもそも大島っていうのはね、もう生まれた時からすごい人見知りだし、目立つの大嫌いなんです。それで人前で話をするなんていうのはもう全くもってのほかで、今のセミナーやったりとかですね、そういう人生、まあましてやこんな YouTube でね、不特定多数の方に顔をさらすなんてもう思ってもいないし、願望とかね、そういうレベルでも一回も考えたことないんですよ。ところが今これをやってね、幸せに暮らしてるわけですけれど、そのきっかけといいますか、その流れのお話をね、させていただくとすごい皆さんにも参考になるんじゃないかなということで、ちょっとね今日なんでこんなことやってるのかという流れをちょっと見ていただいてね、それでその後に、そこで皆さんもその流れに乗れる方法っていうのに言及していきたいと思ってるんですけれど、先ほど言った通りですね、まあ20年前の大島っていうのはね、人前に出て話すっていう発想が全くない状態だったんですけれど、一応その29歳の時にですね、空の体験をして、相談になんか乗る機会っていうのは結構あったので、まあ個人相談というレベルではね、いろいろやらせてはいただいていたんですけれど、そんな大島のもとにですね、ある日突然電話がかかってくるんです。で、その電話の主は、まあ当時お世話になっていた方なんですけれど、でその方がおっしゃるにはですよ、今度ですね斉藤ひとりさんっていうね方が栃木に来るんだと、でその時にぜひねその司会をやっていただきたいんだっていうことだったんですよ。それでね、まあ恐る恐るね、何人ぐらい来るんですかっていうお話をしたら、まあ少なく見積もっても500人は来るだろうねっていうお話なんですよ。それでまあって正直もう青天の霹靂じゃないですけれど、人前で話そうっていう感覚もない人はね、500人の前にこういきなり出てって、しかも司会なんか全然やったことないですから、もうえっ
ってもう絶句したんですけれど、その頼んでくる方もうまくてね、その時に、いや実はねって斎藤ひとりさんも大島さんにぜひって言ってるんだよみたいなことを言ってくるわけですよ。こう外堀をこう埋めていくわけですよね。でもう断る理由はもう山ほどあったんですよ。つまりまあ僕目立つの嫌いですからとかね、人前で話すの苦手ですからとか、もう断る理由は山ほどあったんですけれど、なぜかですね、流れに乗っちゃったんですよ。もうなんでかわかんないです。とりあえずその電話かかってきた時に、わかりましたって言っちゃったんですよね。でそれからまあ台本が送られてきまして、まあ一生懸命こう読んでね練習するんですけれど、もうしょっちゅう噛みまくっちゃってね、本番までもまともに読めないんですよまあ段取りはある程度頭に入れるようにしましたけれど、そのセリフが全然もう頭にも入らないし、当然もう噛みまくりでうまくいかないわけです。でそんな中で、500人の前に立つんですよ。でところがですね、不思議なことに本番中一回も構わずですね、これ本当に自分がやってんのって思うぐらい流暢にガーッと進みまして、まあ本人が一番びっくりしたんですけれどね。で名司会なんて言われる、まあ、結果になったんですけれど、だからまあ自分自身はね、自我さんは結局その喋るっていうことが苦手である、人前に出るのは苦手であるってもう信じてずっと生きてきたわけですよね。ところがその流れに乗っちゃって、いざボーンって言ったら意外といけちゃったわけなんですよ。それでその後、まあその講演がきっかけになって、まあ月1回あるイベントで司会をお願いされたり、全く別のところでね司会をこう頼まれるようになりまして、まあそんなことをやってるうちにね、まあこれもある方から、あなたいつも司会やってるんだけれど何か深いことを知ってるように感じるんだよねって、僕はあなたの話を聞きたいんですよっていう方が、ちらほらと、出てくるようになって、いつの間にかちょっと講演やらせていただいたり、でその流れでまあ今セミナーなんかの活動をさせていただいてるんですけれど、これは全く大島の、まあ、意図するところではないところで流れでバーッと来ちゃったんですよね、実を言うとね。で、この辺りの一つポイントがあるんですけれどね、自我さんはとにかく自分はこういう人間であるって決めていたんですよねって。ところが全然それ以外のところに実は楽しさってあったわけじゃないですか。ということはこの自我さんがこれはこっちの道がいいって勝手に思い込んでね、ハンドルを切ってる、ハンドルって本当に正しいんですかっていうのが一つポイントになります。であとですね、要は僕らが生きているうちに、苦しみとか不幸とかストレスっていうのを感じる、まあ一つのポイントなんですけれど、それのポイントの重要なところはね、自我さんが常にハンドルを握りしめていてね、自分はこっちに行くのが正しいんだって信じて常にハンドルを切っているっていうところなんですよ。それでそれが思うようにその方向に行けない時に、つまり自分の思い通りにならない時に、僕らは常に苦しみを感じ、不幸を感じ、そしてストレスを感じているんですよねっていうことなんです。でそもそもそのハンドルさばきが当てにならないのに、そこで本当に苦しみを感じたり不幸を感じたりストレスを感じるって理にかなってるんですかねっていうことなんですよね。でこのあたり実は運命の流れに乗るっていうところですごいポイントになっていくんです。つまり
僕らが苦しみ不幸と呼んでるのは全部自我さんが思い通りにならない、ということが原因であるわけですけれど、そのベースには思い通りにこっちの方向に行けば自分は幸せになれるんだ、こっちに行けば自分は OK なんだっていう自我さんのね、何にも見えないくせに、確信があるっていうのがまず前提になってるんですよ。逆に言うとこっちにハンドルを切らないと今幸せじゃないんですよっていうことにもこれつながる大きな、思い込みなんですけれど、このあたりをですねちょっと次回、より深掘りしていってですね、皆さんの人生が開運の流れにしっかり乗っていけるようにですね、根本的な話をさせていただきたいと思うんですね。ですから今日からの動画っていうのは皆さんの人生を根本から変えていくちょっと深い内容になっていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで今日の動画がちょっとでも参考になりました、あるいは良かったですっていう方はですね、いいねボタンをグググッと押していただいて、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。ということで大島秀明でした。また次回お会いしましょう。